ということで、またまたちょっとテニスプロは辛いような本にまた戻っちゃうんですが、本ではプロ選手のやっぱり厳しさというか、勝ち上がっていくに応じてこう生活費も確保しないといけないし、練習場所やコーチも確保しなきゃいけないっていう、そういう難しさを述べられたと思うんですけど、はい、で、2014年これから頑張っていこうっていうところで本終わってるんですが、それからどうですかね、5年間のその流れというか。そうですね、まあ2017年かまでは、まあ特に大きな変化もなく、まあ、ランキングも300位から400位台で小風呂所してて、はい、でなんか変えなきゃいけないなと思ったんですよね、はい、で18年の春からちょっとヨーロッパに拠点を移して、はいはい、オーストリアのウィーンで、練習をしてたんですけど、っていうのはやっぱり僕の中で何か変えなきゃいけないと思って、はい、先に先行投資をしなきゃいけないと思って、はい、ヨーロッパに行ったんですね。だけど僕としては一大決心をして行ったんですけど、まあ、結婚もして、はい、ね、奥さんを日本に残したのに、はい、残して行って、じゃあ頑張るぞってなったんですけど、その 2,3 ヶ月も一切結果が出なかったんです。でも勝たないと本当にお金がない、はい、勝たなきゃ勝たなきゃ、でもコーチに言われることもしなきゃ、遠征も行かなきゃって言ってるうちにもう心がもうダメになっちゃって、うわ、で18年の全日本前ぐらいに帰ってきて、でとりあえずもうその時点で僕の中でモチベーションも全然もう低くて、怪我もしちゃって、はい、試合に出ても勝てないし、とりあえず全日本は賞金高いし、ちょっと全日本で頑張っとくかって言ってベスト4まで一応行ったんですけど、それでベスト4行けるのがすごい行ったんですけど、でもその後も別になんかモチベーション上がるわけでもなく、でもうグランドスラムとか言うのはやめようと思ったんですよ、はい、テニスはやめないですけど、はい、グランドスラムとか世界を目指そうとかってやめようと思ってたら、はい、まあ、国体の話をいただいて、はい、はい、で、ある程度こう金銭的にも少し余裕が出てくる、サポートをしていただけるっていう話になったんで、少し遠征回れるなと思ったんですけど、それでもまだこうモチベーション的に上がってこなくて、はい、じゃあ全日本室内行く前にちょっと奥さんの話をして、いや、もういいわって、じゃあもう負けてもいいから一生懸命やってくるわって言って、はい、誰にでも負けれるし、だから前まではランキング自分の方が上だから負けちゃいけないなとか、はい、うん、上にはちょっと勝てないかもなとか、そういうところは少しもあったんですけど、はい、なんかそういうのなくなったんですよ、はい、なんか誰にでも負けれるから、とりあえず一生懸命やらなきゃいけないと思って、はい、頑張ってたらなんか結果が出して、あ、結構吹っ切れがいい方に働いて、うん、もう諦めちゃったんですよ、はい、一回バンって、はい、そしたらそういう変なプレッシャーとか、なんか変なプライドみたいなのがなくなって、はい、こう一生懸命戦うことで自然と結果が出てきて、うん、でもそれもやっぱりこう行動を起こしたことで一回上がっ落ちてしまったけど、その分また上がってきたものだと僕は思ってるので、まあトライしてよかったなとは思ってますね。今も200何十位戻ってきてるので、うん、そんな感じですね。最初の3年はそんなに変わった生活はしてなかったです。じゃあ徐々に徐々に、まあランキングも上がりつつ、うん、そう、まあそうですね、上がってきた、戻ってきた、一番いい時にまではまだ戻ってないんですけど、はい、グランドスラム予選を狙えるところまでは戻ってきましたね、はいはい、なんかなかなか私のように普通の生活をしてると、なんかこう人生を左右する一大決心みたいなのが目に見えて現れないというか、うん、なんかまあ結構テニスプロを目指す人ってジュニアの頃からターニングポイントというか決めなきゃいけないポイントがめちゃめちゃ多くないですか。多いですね。しかもそれを自分で判断しなきゃいけない、はい、し、やっぱり自分だけで判断しなきゃいけなかったんですね、僕の場合は、はい、っていうのはコーチも、ね、この人っていう人いないし、はい、まあ、僕の場合は奥さんが、はい、テニスやってたからちょっとそういう話はできますけど、はい、でプロになってこう勝っていきたいと思った時にはそういうコーチとか、はい、ちょっとそういう相談ができる人を身の回りに置いた方が、はい、活動としてはいいかもしれないですね。それもちろんお金がかかることなんで、はい、それできるかできないかって話になってきますけど、はい、うん、やっぱそこにやっぱしっかり投資をしていかないと、はい、ね、投資をしたからって帰ってくるわけでもない、はい、でも投資をしないと絶対帰ってこない、うん、はい、そういう世界なんで、なんか努力したから報われるとは僕は思ってなくて、うん、はい、努力するのは当たり前で、はい、でも報われないかもしれない、うん、でも努力できますかっていうところで努力をしなきゃいけないのが、うん、プロだと思います。わあ、
すごいな。しかもそのための決断っていうのも全部自分で下さなきゃいけないっていうのが、テニスプロなんだなって思いました。僕は最初のヨーロッパ行くって決めた時に、まあ、失敗しちゃったと思ったんですよ。はい、でもやっぱ結局やっぱ戻ってきたら、はい、なんか強くなっても行動を起こしていくっていうのはある程度リスクはあることかもしれないですけど、はい、まあ何事にもリスクをある程度背負ってやっていかないとやっぱ成功はしないんだなっていう感じましたね。ジュニアの頃から振り返っても、はい、まずその高校行くのか大学行くのか、うん、それはいつからプロになるのか、海外遠征行くのか、もう決断の連続で、うん、しかもそれが人生にかなりの影響を与えるっていう、うん、すごい判断を要求されますよね。まず高校でしたね。ジュニアの時に海外のグランドスラムとかを経験できるかできないかっていうので、うん、大きく変わってくると思うんですね。はい、まあ、経験してるだけでも違うと思うんです、うん、同世代にこういう選手がいるんだとか、こんなレベルなんだ、こういうやつらがトップになっていくんだっていうのを知ってるだけでもやっぱ自分の目標になるし、はい、その人たちに少しでもついていこうとか、追い越してやろうっていうモチベーションにもなるんで、そういうのも大事だと思いますね。うん、まあ、かといってそれだけになってしまうとダメだし、はい、まあ、そこのバランスはコーチとか、はい、親とかがしっかりしてあげるのが役目なんじゃないかなと思います。なるほど。身近で感じられるっていうのがいいんですかね。あの最初のスクールの話でもあったじゃないですか、うんうん、あのトップの選手が同じスクールにいた、まあ、それと同じで海外 の, そのトップのプロを見れるから、うん、ジュニアの時から、うん、その世界の大会が変わるっていうのが、うん、いい経験になるんですか、ね、うんうん、知らないっていうのは、ね、あんま良くないかな、うんうん、自分がどんだけしなきゃいけないとか、うん、っていうのは分からない。知ってるとか見たりとか、うん、対戦したりとか、はいはい、同世代の選手とっていうのが経験としては大きかったかなと思いますね。はい、次にまたその大学に行くのかどうかって、はい、ターニングポイントもあるんですけど、はい、大学行くと結構環境が整ってたり、はい、いろいろ大学の中でのコーチがいたりサポートがあるっていうのもあって、はい、そこもまた難しい、はい、それってちょっと本に書いてあった気がするんですけど、はい、城田コーチ、名前出しちゃっていいんですかね、その時のコーチには、大学を勧められたんですか？そう、あ、うん、もうね、言ってしまったら高校選びの時からちょっと言われてたね。おやめとけ、あ、なるほど、うん、プロは向いてない、向いてない、性格的にも、うん、向いてない。で、理不尽みたいなきつい練習を毎日させられた、うん、プロはこんだけしなきゃいけない、うん、なるほど。で、毎日泣きながらやってた、はいはいはい、うわその本当にその高校の進路も決断してからむちゃめちゃ厳しくなったって本に、うん、なりました。もう、はい、うん、そうだな。でもやっぱりそのプロになるにはある程度ジュニアの時も実績も必要だし、リソース、スポンサーも使ってほしい、うん、でやっぱ僕の場合はジュニアの世界ランキングトップ10と全日本ジュニアの優勝、これを2つ達成できたらプロになろうとか、なれるみたいな、うん、っていうのが目標があって、はい、トップ10は早々に猫達成したんですけど、はい、やっぱり全日本は決勝に負けちゃって、うん、で、やっぱりちょうど今、ね、強い大学がありますけど、はい、まあ、どこか言わないですけど、まあ、お話もいただいていて、どうしようかなって迷っていた瞬間もあったんですけど、やっぱり、はい、うん、プロになりたいなと思って、はい、まあ、その道を選ばせてくれた両親にも感謝しなきゃいけないし、はい、まあ、でなんだかんだ言ってサポートしてくれたコーチもいたわけで、はい、まあ、なるほど、うん、まあ、よかったのかな、うん、分かんないです。何を持って成功かはちょっと僕には分からないですけど、はいはいはい、別に後悔はしてないです。あ、そのあたりから自分の判断でもかなり入ってくるようになっていきますね、うん、そうですね、すごい悩んでましたね。いや、相談できるのはコーチなはずだけど、コーチと意見が違うって場合になると、うん、自分で考えなきゃいけない。だからそのコーチの意図もあったと思いますね。それ、うん、そんなやめとけって言われてやめるようだったら、どうでしょう、ダメじゃないかっていう意図が僕はあったと思います。でも僕はやっぱりやりたくて、で、どんなに苦しいことがあってもテニスは好きだったんで、はい、やりたいなと思ってやってたんで、まあ、最後はテニスは好きだからやりたいっていうところで、なんじゃないですかね。おー。多分、はい、そこでプロになって、はい、で、いろいろあって2018年に長い遠征、そして戻ってきてからの復活劇と、はい、や
ぱその18の時はもうテニスのことしか考えてないんですよ、はい、テニスを強くなりたいって思って、はい、なんかこうなっちゃってたんですね、はい、で帰ってきてから何が起きたかっていうと生活もちゃんとしなきゃいけないっていうことを学んだんですね、はい、そのオンコートだけ頑張っていればいいんじゃなくてオフコートもしっかり充実させるこう、はい、精神的にも少しそれこそ金銭的にも生活がある程度余裕がある状態じゃないとテニスだけじゃなくてその生活もやっぱり大事にしなきゃいけないっていうのを分かったんで、はい、こうしっかり休むようにするとか、はい、もっと自分に余裕を持たせてテニスをするようになってから、はい、すごく良くなりました。テニス以外の部分を含めた生活全部が結局テニスの影響いい方に、うん、そうですね、だテニス終わった後の方が長いんで、はい、やっぱりそういうことも考えて、はい、テニスだけになってしまうと、まあ、ジュニア、うん、選手もそうですけど、いい影響はないんじゃないかなって僕は思うので、専念することは大事ですけど、テニス以外のことも同時に充実させていくことが大事なんじゃないかなって思います。はあ、むちゃむちゃいい話を伺ってきた。いやー、なんかね、辛すぎるんですよ。タイトル間違ってたんですよね。テニスプロは辛すぎるっていう。なるほど。なんかね、そう、辛すぎるんですよ。辛すぎちゃったんですよね、うん、あ、それにそればっかりかけすぎちゃって、はい、ガーンっていきすぎちゃって、はい、テニス以外のことは何も残してなかった、あ、その時はそれがいいことだと思う、あ、確かにテニスに集中することだけが後に後悔を残さない方法だと思いますよ、ね、だと思っちゃった、うんうん、だそれはテニスそれぞれだと思いますけど、うん、考え方それぞれだと思いますけど僕は、はい、オフコートももっとなんかリラックスしたり、はい、何もかもテニスに向けて動くんじゃなくてなんかこうちょっとこう散らしていくことも、うんうん、僕の性格的には必要だったのかなと思います。まあ、その結果テニスも良くなってきた、良くなったですよね、まあ、ね、なんだろうね、そういうことですね。結構生活が安定しないテニスってやったことがないので、うん、この1試合落としたらこの1球落としたらその生活がみたいなプレッシャーを感じながらやるテニスって長いので、うん、そうですね、我々は今はもう本当に純粋に好きでテニスやってるだけですからね、そうですね、うん、すごい一球の重みみたいな、そう、やっぱそうなると勝ち負けにしか目がいかなくなっちゃって、やっぱ頑張れたらいいやってなるんですよ、はい、今なってて、はい、一生懸命やることがやっぱ一番大事で、うんうん、でもそれで負けてしまったらしょうがないって割り切れるぐらいコート上で試合中も頑張るっていうのが大事だな、はいはい、あ、結構今いい方に繋がってるメンタルなんですね、うん、そうですね、まあ、たかがテニスたかがテニスって思い出してからよくなりました。あ、その考え方がいいんです、うん、なるほど。